こんにちは、有馬薫です。今回のご視聴ありがとうございます。感謝しています。今回の心を解放してセルフイメージを変えるカウンセリングは、自己表現についてお伝えいたします。最後までよろしくお願いします。自己表現というと、自分自身の価値観、感性、それから思想などを表に表すという行為であって、人に、周りの人にね、自分のことを知ってもらうということになります。で、この自己表現というのは周りの人たちに、どう思われるかなとか、評価ですね、他人からの評価、そういうことを気にしていたり、自分に自信がなければまず怖くてそのまま自分のありのままを表現するということはできません。ですから、自分がそれを嫌なのでね、そういう周りから否定されたりとか誹謗中傷とかそういうことを感じたくないっていうふうに思っていれば、そのまんまその通りストレートに出すことっていうのは本当にしようと思ってもね、できないんですね。で、そのためにどうするかというと、他人に受け入れられるだろう、これだったら大丈夫だろうという自分を作って、そして表現をしていきます。で、そうすると本来の自分、内側の自分と表現をいつもしている自分、ここにすごく差が生じることになります。そうするとそれが違和感となるんですね。なんかおかしいな、なんかわからないけどもおかしいなというふうに、自分ももちろん感じますけれども、それは自分は表現しているのが本来の自分でないことは分かっていると思うんですけど、周りも分かります。理由は分からないです。違和感があるからっていうふうにはおそらく分からないんですけど、感じます。で、違和感を感じると人というのは不快な感じがするんですね。その人に対してなんか不快な印象を受けてしまうんですよ。で、その不快感を人はずっと持っていたくないので、不快感排除しようとします。で、排除するために自然に行うのがその人に対する批判、否定、そういった態度になって現れてきます。ですから人に受け入れられよう、そして、人に評価されるのが気になってるからこそ、自分自身と違う表現をしたにもかかわらず反対に違和感を発生させて生じさせてしまって、それが不快感として人に感情として移って、そしてその感情を人は排除するためにあなたを最終的には否定したりとか、しかも攻撃的な態度をしがちな人というのはやはりあなたのことをね、バッとすごく傷つくようなことをする場合もあります。本末転倒っていうのはおそらくこのことだと思います。ですから攻撃されたくないから偽の自分を作って表現したにもかかわらず、結局は攻撃されてしまったということになりかねません。ただなぜそういうことをしてしまうかというと、人というのはここが安全で、そのままの自分を表現しても大丈夫だと思えなければ安心して自分を出すことなどできないんですよ。ですからそれはしょうがない、しょうがないんですけども、怖いからですね、怖いからなんですけど、反対にそうしてしまうことによって一番嫌だ、避けたいと思っていた否定という、否定をされるということが起こってしまう。これをわからないから結局どんな風に自分を変えて偽の自分を作って表現したのに、やっぱり自分は否定されるんだ、誹謗中傷を受けてしまうんだという風になって、でさらにまたもっと
自分自身と差が大きくつくぐらいの、偽物の自分を表現してしまう。これの繰り返しでまたさらに否定される。これの繰り返しなんですね。でこのことに気づかないとずっとひどくなっていく、また同じことが続いていくことになります。ですから人の、評価を気にして自分自身というのを表現せずにいるのではなく、もうどう思われても仕方がない、もうどう思われてもいいと思えなければ仕方がないと思ってください。だってそれが自分なんですから。だから自分はこういう考え方をしてますよ、こういうふうに思ってますよ、こういう価値観があります、こういうふうに感じます、私の感性というのはこうです、そのまままず出してみることです。ストップはかかると思います。だからそのブレーキをゆっくりと緩めるだけ、一気に外すことはできないと思うんですけども、ゆっくりと外していく、ゆっくり緩めていく、こういうことをすることによって、本来の自分が持っているものを外に出しやすくなっていきます。これも練習ですね。今までしてこなかった方は少しずつ少しずつ恐る恐るでも構いません。自己表現を、本来の自己表現をしていってください。はい、ということで今回は自己表現についてお伝えしました。もし今のお話がよくわからなかったという方はもうちょっとね詳しくご説明はさせていただきます。ちょっとわかりにくい点もあったかもしれませんので、もしそういった、ことがありましたら、わからなかったよってことがありましたら、コメント欄にでも一言書いていただければ、ちょっとねもう一度またわかりやすくご説明をさせていただきたいなと思っています。はい、ただこれをね知ってるのと知らないのとではやっぱり今後が違ってくると思います。良かれと思って自分を守るためにね自己防衛でしたことが結局は反対裏目に出ちゃったっていうお話なので、もし内容がよくわからなかったらもっときちんと説明をさせていただきたいなと思っていますので、はい、最後まで見ていただいてありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。はい、有馬薫でした。それではまた。